はい、ICDB 実況やってます。今ね、先行1段目でファーストアタック、ハンドにバビディが来ましたね。ベジータ&バビディ使ってます。相手はシークレットレジェンドレア。これはまあ勝てないんじゃないかな。でもまあ相手はエネルギー、残りエネルギーに注意しながら細かく刻んでビートできれば割とチャンスはあるかもしれないなんて思ってますけど、多分ねこれバビディで並べて細かくアタックしてってベジータ切らせればエネルギーでこっちが有利になる局面っていうのがありえなくはない、そういう感じはしますね。ハンドにバビディ来ちゃってるの何なんだよ。まあ、ここ受けるよな。今相手もドロップに1号落ちてないね。まあここを受けて開始のターンでエネルギー5になるからそれを狙ってこう。まあ最初のビーデルのアタック非常に悩ましいね。もしかしたらね、海王様でガード切った方が良かったのかなみたいな、そんな感じもするんですけど。さあエネルギー確認、バビディ落ちてない。ハンド1枚あるけどおそらくデッキに残ってるだろう。使います。で今相手エネルギーが2なんで、お、ありますね、バビディいる。あとヤムーが何枚残ってるかもチェック。1枚2枚3枚、ヤムーは3枚、あと全部バビディはいますね。ライフには行ってない。よしバビディ呼ぶぞ。でこれでレベル3以下を2枚出せる。お、強っ。強いけどこれね、ここでベジータ出さない方がいいな。ビーデルを立てたままにした方がいいんじゃないかな。これ俺ドローを優先したね。でビーデル破壊しちゃうとエネルギーが3になっちゃうから、たらればそのベジータが飛んでくるっていうのがあって、俺はちょっとこれで行こうかなと。でこの段階ではベジータ飛ばせないんですよ。そう、このねシークレットレジェンドレアはエネルギー3ないとベジータ飛んでこないっていうのは覚えておいた方がいいよ。で結構そのリーダーアタックの手前で使わせるっていうね、それもありなんでね、ベジータを。おっと、それか、おそらくバビディをブレイクするんじゃないかなこれは。なるほどね。まあまあまあいいよ、使わせたと思えば。ってことは、まあ、このターン中は、おっと、京都、ドロップに1号落ちたのか、今ので。あ、落ちてないじゃん。この人、ちょっと下手なのかな。京都寺スキルが空打ちになりました。これはかなりうまいです。俺はね、ここでカードを温存する動きを取るよ。つまりベジータも共闘しないで攻める。これで十分なんだよ。でこの相手のシークレットレジェンドレアはハンドに1号とか貯めやすいんだよね。もう今ゼロ持ってたけど、これゼロ使わせたの結構意味があって、ドロップ回収し続けるともうハンドが1号ばっかになっちゃうっていうね。ここでビートした方がいいのかな。ライフ6もあるか。まあいいでしょ、ここは温存して。
温存していこうと思います。で、多分まだドロップに1号落ちてない状態が続いてるっぽいですね。さあここで持ってくるか。使ったら使ったでうまいからね、ベジータ。使わせたらハンドの数ではこっちが勝ってるんで。あとまあデッキにヤムーが残ってたし、バビディも1枚残ってる。そう、デッキに何が何枚残ってるかはね、覚えとかないと。まあなかなかまだこっちが有利な感じにはなってます。まあライフでは負けてるけど、まあ、むしろライフ2に2がライフに2がついてるとビーデルとかも引いた時使えるから、まあライフだけでは劣っているという状況。あとブルマの効果発動しなかったっぽいね。ベジータめくれなかったんでね。このブルマデッキトップ5枚目とベジータがあればハンドに加えるっていう効果だったんだけど、おっとここもおとなしめの、つまりこれハンドにベジータいないんじゃないかなって、そんな気もしますね。そうだね、これないっぽいですね。これで1枚ガードしちゃうね。まあ共闘する必要もない。うん、むしろ残しといた方が強いんじゃないかなみたいな。あーそっか、でもどうなったんだろう、どうなんだろう。まあ次エンマ様並べてっつって、まあビートしていく流れになるよね。ただエンマ様怖いところはね、そのバビディとかデッキから落ちちゃう可能性があるっていうね。だからこのデッキとは実は相性悪いのかもしれない。でもかといってエネルギー足んない時はあるからね。あーバビディ落ちたってことは、ハンドの1枚のバビディがラストバビディだね。これは覚えておかないと。そう、こういうことが起きるんだよね。だから実はエンマ様はこのデッキと合わないのかもなっていうのはちょっと思いますね。うん、まあこれベジータ潰さなくてもいいだろう、このブルマはね。ここでさあ相手どう出るかってところだね。ここでベジータ使ってくるかどうか、もしくは持ってない可能性あるね、これね。あ、またこいつか。でこれでエンマ様ブレイクしてくるんだろうね。で共闘時スキルを発動するのかな。あ、今間違ったわ。1万のやつを立てて1万でビートするべきだったね。今プレイングとしてはちょっと間違えましたね。でハンドに回収したの2万の強盗、2万の強盗入ってんだね。まあそうだろうね、そうなるだろうね。今普通に殴る順番間違えたよね。これハンドにベジータ持ってんのかな、これ。今のさっきの考えた感じ。で俺はここでね乱戦しないんですよ。ああ、ヤム引いちゃった。ってことはあとヤム何枚残ってんだ。てっきりライフに行ってないのを確認したから、ヤムー確認しよう。ヤムー1枚、あと1枚か。ヤムーもあと1枚になっちゃった。でこれあんまもたもたしてると山切れで負ける可能性あるんだよな。でも結構ハンド差、枚数差はついてるし、枚数差で落ちきれるかもしれない。だから細かくビートしていけば勝機がつかめるかもしれんね。おっと、先ほどドロップから回収した
2万の共闘孫悟空を出した。さあどう出る。2万ので1号処理するのかな。まあ地味にアド取りましたけど、今これやっぱね1号には1号ぴったりで処理しないとエネルギー的にはねこっちが得したことになるんだよね。うん、そうなるよね。次のアタックがどのぐらいの数値で攻めてくるかだな。さあどう出る。ちっちゃいようだったら俺はスポボビッチを切ってって感じにしたいんだけど、 OK。 じゃあ俺はまあスポボビッチ使うよね。ここで使ってで、どうしよっかなこれ。はい、スポボビッチ切ってスポボビッチをデッキから出そう。ヤムーか、ヤムーを出してで登場時ワンドローで強投時スキルであの2万破壊できたらうまいよね。ヤムー8000を破壊して2万破壊できればまあなかなかアド取れてるし、はい、でヤムー破壊のここを破壊と。悪くねえなこれ。よし、次ハンドのバビディを使って、うん、次のターンだね。次のターンで結構仕掛けないといけないんだけども、相手のハンドにベジータがあるとまあ結構しんどいことにはなりそうだけどもね。まあしょうがない、その時はしょうがない。もうデッキに残ってないでハンドから出すしかないです。うん、なるほど。海王様今きついなこれ。まあこうだよね普通に考えて。海王様が1マナ加速、これがちょっとデッキ削りすぎちゃってやべえなこれ。うん、まあここでつついてみて相手がどう出るかだよね。これ結構有効だから、ベジータ使われたら使われたで追撃できるからね。ただもうデッキがないから結構仕掛けることを考えないと。なるほど、なるほど。まだ持ってない風なのかこれ。じゃあここでつこう。だからこれでバビディ破壊されても別にいいわけ、それはそれで。受けてきたね、受けてきたね。でこれこうやって細かく刻むんだよね。ここ受けるかな。ここで乱戦仕掛けてまたベジータ飛んできたら嫌だから、やっぱり細かくいった方が。あ、受けた、受けた、マジか。っていうことはこれまあバビディをエネルギーエリアに置いてビートするよね。ここは共闘よで、いいえで多分ここで乱戦ぶっ込むとここでベジータ温存してるって可能性があるんですよ。だからここでぶっ込まない方がいいと思う。ベジータ1万リで、あ、ベジータじゃないんだね。持ってなかったっぽいね、これね。持ってたら使うもんな、ここでな。あ、やっと今入ったのか。
かなり厳しいぞこれ。っていうのもデッキがないんだよデッキもないし、次からバビディもいないから、俺間違ったね完全に。今仕掛けるべきタイミングだったのね。この辺が分かんないよな。ベジータ持ってそうなんだもん。次やるべきプランはですね、一気にライフ2を削りに行くんではなくて、細かくライフ1ずつ削っていく作戦が効きそうな気がする。おっと回復したか、つれーつれー、やっぱ強いなシークレットレジェンドレア。そりゃ勝てるわ。俺先月これ使ってて結構勝ち続けてたもんね。もうそりゃ勝てるわって気になってきちゃったよ。でもこれ2点受けて、まあ、ライフ1まで受けた方がいいだろう。次のターンで勝負仕掛けた方がいいね。おっと今使った今使った今使うか。もう1枚持ってんのかな。深読みしない方がいいのかなこれ今使うかな普通。もしかしてこれでドロップにまたベジータ落ちてる流れ？いや、ベジータじゃないね。いや、まあここは受けるけどさ。ちょっとわかんなくなってきたぞ。でも相手、どうしたらいいかな、これ。どうしたらいい、これ。どうしようどうしようどうしよう。これベジータないと見ていいのかな。でどのみちライフ3だからな。これ厳しいぞ。まずこれでビーデルを処理するからの1万でビートし始めるみたいな、そういう流れにしようか。これ結構単体でも強いからね。2万5000になるから。3コス2万5000って普通4コスだからな。2万5000のスイッチは。まあね、俺これで細かく刻むプランでいった方がいいのか、ぶっ込んでいくのがいいのかっていう二択なんですよ。非常に悩ましいんですよ、ここが。ここが悩ましいんだよ。でもベジータ飛んでくる可能性は重々あって、そうなるとやっぱこう1万でビートして「俺ベジータ使ってこいよ」って「ほら使ってこいよ」っていう感じすると。使わないか。でもさ、使うとしたらこのタイミングだよね。この2体除去できるの、3コス2体をさ除去できるのはうまくないか。完全に勝ちが決まるじゃんここで使えば。まあハンド全部なくなって、まあ、手札に1万5000強投が残る感じになるんだけど、おっと悩んでるぞ。時間切れになっちゃうぞ。なるほど、これ持ってないね。だってもうベジータ効果使えないもん。これハンドが1枚捨てなきゃいけないから、ベジータの効果ってことは持ってない、持ってないことが分かりましたよ。さあここを受けてくるのか。おっとここでも耐えてくるか。ここからちょっと考えないかな。1万5000以上回収。なるほど、3コス2万を回収してきた。つらいな。でもさ、この局面でハンド1枚じゃ返せないよね。
3万5000上昇だけど、3万5000まで上がるんだね。残念ながら今のハンドじゃ3万5000以上のアタックできねえや。でもかなりハンドで枚数差でジリヒンに追い込んだって感じあるね。ってことはこれ今ねベジータを回収したら開始のターンでは強かったのに、ちょっと待って、本当に山ないぞ。もうここ受けるしかないじゃん。山が5枚しかない。チャージドローで2枚減ってアタック時ドローで、まあ次のターンでリードアタックしても山残ってるから、まあいけるだろこれ普通に考えたら。問題はねここでゼロ共闘とか流してドロップのベジータを回収されるっていう動きがありえるんだけども、あ投了したか。投了いただきましたね。まあ多分ハンドが共闘カードじゃなかったんだろうね。いやーギリギリ勝ちました。ありがとうございました。